私の決断物語。恋愛、結婚、転職、独立。人生は決断の連続。岐路に差し掛かるたびに、迷ったり、悩んだり。みんなそれぞれ状況は違うけれど、誰かが過去に経験した決断が、今悩んでいる人の背中を押してくれることだって、きっとあるはず。 私の決断物語は、人々の人生の決断に寄り添い、自分らしく生きるための決断を応援します。どうか、この番組を聞いてくださる皆様の明日が、少しだけでも明るくなりますように。私の決断物語、この番組は、株式会社ライフメディアの提供でお送りします。 皆さんこんばんは株式会社ライフメディアの小星まりえです毎月第2月曜日の夜8時この時間は私の決断物語をお送りしています株式会社ライフメディアはこのラジオの番組名にもなっております私の決断物語というウェブメディアを運営していますこの番組では毎回北九州にゆかりのある方をゲストにお招きして人生の決断についてお聞きしています さて8月に入りました毎日びっくりそれくらい暑いですね皆さん体調にお変わりはないでしょうか熱中症に気をつけてなんとか夏を乗り切りましょう最近の私のトピックで言うと今年の5月にラジオに出演してくださったユカピョン皆さん覚えてますかそのユカピョンと私なんと飲みに行きました ユカピョンって財閥系の大企業を辞めてトランポリンを作った29歳の女性なんですけれども私そのトランポリンが気になってついに買ってしまったんですねそれでユカピョンに「買いましたよ」って連絡したんですそしたら「お越さん私お越さんとすごく気が合いそうな気がしててずうずうしくて恐縮なんですがよかったら一緒に飲みに行きませんか?」って返事が来たんですよ かわい,いでしょそれで、ま「行こう行こう」ってなって早速日程を決めて東京駅の近くの九州料理のお店で飲みました、まあ、仕事の話とか北九州の話とかをして楽しかったですねラジオが縁でまさかユカピョンと仲良くなれるなんて本当に人への縁は面白いなと思いますインスタで検索すると最,最新のユカピョンの情報が見られますので よかったら覗いてみてくださいそれでは早速今月も始めていきたいと思います私の決断物語それでは決断インタビューのコーナーに移りたいと思います今日はなんと北九州の方は一度はお釣りださとがあると思います伊藤津の森公園に来ていますゲストは そこの飼育スタッフをされている工藤桜子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。初めまして。はめまして。<laughs> <laughs> 今日は突然押しかけてすいません。<laughs> よろしくお願いします。あの私は子供の北九州で育ったの、ね、で子供の頃よく来ていたというか、でもその頃は伊藤津動物園って言っていた。うん、まだこんなに綺麗な大きな公園じゃなくって。うん だったんですすけどすごくリニューアルさされれてあれい,ついつリニューアルされたんが2000年にですね、うん、あの伊東津遊園から伊東津の森公園に変わったのでその時ですね、うん、えー、伊東津の森公園になってからは一回おいっ子がいて5年前ぐらいに来たっきりで今日はとても懐かしいなと思ってきました、うん、<laughs> よろしくお願いします北九州以外の方も聞いていると思いますのでまずはこの伊東津の森公園とは どんな場所なのかをご説明いただけますか？はい。伊、は、藤、い、津の森公園ですが、市民と自然を結ぶ窓口というのをコンセプトにして、うん、えっと北九州市小倉北区にあるですね。うん、見渡すと森が広がっているですね。自然豊かな公園になります。はい、と、先ほども言われたように、2000年に前身となる。伊藤津遊園が。 園しときに北九州市がその後ですね引き継ぐということになったんですがその際、ですね市民からあの存続運動が起こって今の伊藤図の森公園にですね生まれ変わったっていう形になりますで現在はですね昨年で開園20周年を迎えてですねまあ今はその最初にですね植えた木々がどん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 ん成長してきてですね豊かな自然を生かして。 ですね、その豊かな自然を生かしつつです、ね、あの動物をです、ね、あの飼育をしている形になります。で現在は80種470頭ね、の動物たちを飼育しています。にいすね。 北九州唯一の動物園ですかね。えっと、北九州市はもう一個響き動物ワールドって言って、有袋<っ>類、カンガルー類ですね。カンガルーが<か><っ>いる動物園がもう一個あります。はいはいはい。そこでももう規模的には。規模的にはやここ、にはやっぱこっちの方が種類の動物ですね、うん、が多いかなと。そうですよね。歴史的にも。はい、そうですね。<laughs> ええー、ありがとうございます。そんな伊藤園森公園の。 飼育スタッフをされて、はい、飼育展示係で今5年目になります今担当は担当,担当の動物あるんですか担当は今年からチンパンジーとあとはライオントラの猛獣ですねの係をしていますなかなか激しい動物を担当されてるんですね <laughs> そうですねまあ動物園と言ったらっていう動物かもしれないですへードキ,ドキちょっとその辺は後で詳しくお伺いしてみたいんですけれども <laughs> 工藤さんご自身は北九州出身ではないはい、はい、北九州出身ではなくて鹿児島生まれになります鹿児島市はい鹿児島市ですねじゃあ北九州はここの就職と同時にはい北九州は5年前にやってきました えー、じゃあそれまでは縁もゆかりもというかないそうですね縁もゆかりもない場所でしたねへえどうですか5年間住んでみて北九州5年間住んでみてやっぱ北九州は食べ物がとっても美味しいなと思ってます <laughs> どんな食べ物がばです、ね、最初にお友達に紹介されたのがサニーパンだったんですけどあ白あ白屋のサニーパンで <laughs> なんだこれ <laughs> <laughs> こう食べたらこう練ガがダーって出てきて <laughs> 美,味、ね、美味しいなーってなりましたそうしかも70円あ80円とかなんか安いんですよねそうですね今はちょっと値上がりしてしまったん <laughs> ですけど安かったのですごいかったですね住みやすいですかはい もともと鹿児島に住んでるというか、鹿児島で仕事をしているのが屋久島っていう島だったので、はい、やっぱ島になると、買い物するところがなかったりとか、遊ぶところが、はい、<laughs> なかったりするんですけど、はいはい、北九州はね、買い物する場所もたくさんあって、はい、まあ遊ぼうと思えばですね、いろんな施設があるっていう感じなので、屋久、はい、島に比べたら、すごく、まあ、そういうところはですね、はい、住みやすいなと思ってます。そそか、その前は薬島にいらっっしゃるっていう、はい 島って遊ぶとこでも自然とともに遊ぶって感じなですかそ,うそうですね私は結構この外で遊ぶのが好きだったので <laughs> まあ区ではなかったんですけど自然豊かですねやっぱりあそっか北九州の方がじゃあそういう意味ではちょっとこう街というかそうですね街街感がありますそうですね鹿児島はこう、うん、久しぶりに帰ったりするとやっぱすごい なまってて、イントーネーションがこう全然違うな、ねうん。そうですね。北九州もまあ方言ありますけど、多分そうですね。なんかあそうだ絶対ちょっといつもお伺いしてるんですけど <laughs> 成人式 <laughs> あ聞きました。<laughs> でも久田さんも成人式はもうか違いますね,すね鹿児島だったんですけど。<laughs> 竹けしは成人式がこうしゃねえって <laughs> 聞いて <laughs>、はい、確かにこうちょっとこう街中をその日に通ったらすごいね 派手な子たちがいて、これかと思いました。ラッサのなんかでも、鹿児島出身だと、北九州にいるよって言ったら、言われませんと思ね。あそこねみたいな。言われましたね。最初、引っ越すときも、すごい、あそこはなんか危ないところだみたいな感じで言われましたね。大丈夫なのかと、住めるのか。住めるのか。でも、住んでみたら、普通でしたね。普通でしたよ。平和な街でした。よかったです。 私の決断物語じゃあそんな工藤さんの決断をお伺いしていきたいと思うんですけれどもまあちょっとここにお伺いするのもあって決断がまあ飼育スタッフになったことかなと思いながら改めて決断は何ですか5年前に伊藤津の森公園の飼育展示係になったことですありがとうございます。<laughs> そっか、5年前ちょっと地方ってお話を聞いてみたいんですけれども、はい、まずその鹿児島市内で生まれて大学を大学は鹿児島の鹿児島大学ですね鹿児島大学、うん、じゃあ地元で市内ですよねはい、はい、もうそうですねちっちゃい時から家でやっぱりずっと動物を飼ってて、えー、まあ最初はハムスターに始まり、うん、リスにシマリスを飼い デ <laughs> グーを買いモモンガを飼いっていうふうにですねももんがモモンガを飼ってましたね小学生の時一般の家庭でシマリスとかモモンガを飼うんですかはい買ってました <laughs> 最近はモモンガとかは多分ダメになったんじゃないかなって気がするんですけどメメ犬とか猫じゃなくてそうですね中学生から猫が仲間入りして <laughs> <laughs> 先にモモンガだったっあ先にモモンガですで中学生からも猫が来てうん でそれからはずっと猫がいるかな、家にいる感じかな、えー、って感じ。なんか動物が好きになったきっかけっってあるんですかきっかきけはないですね、もう親が多分好きだったから、その親がハムスターを最初育ててて、それを一緒にこうお世話している中で、多分好きになったんかなと思いますじゃあもう家の中で飼ってる感じですよね。 小学生の時は獣医位を目指してたんですけど、はい、やっぱりこう賢さがですね、うん、ちょっと足りないのとあとはなんか高校の時にやっぱ大学に進学ってなった時に自分は何を勉強したいのかって考えた時にやっぱ動物を治療するっていうんじゃなくて動物をいろんな動物を見てみたい。 こう外でこう撮ったりとかですね <laughs> こう観察したりとかそういうことを勉強したいんだなって思って自由、はい、じゃなくて理理学学部部に進み理学部で私は昆虫の勉強をして虫とかも全然平気だったので虫の研究室に入って。<laughs> 最初は蝉の抜け殻をこう <laughs> 集めまくりですか。<laughs> <laughs> ごめんなさい、私虫本当に大丈夫な, <laughs> なんですね。そう虫本当に大丈夫なんですか。全然全然大丈夫ですね。えっとゴキブリとかも。ゴキブリも、あ、ゴキブリはやっぱり家で出ると嫌なんですけど、別にこう外で出る分とかはなんか別にこう気にならない。<laughs> そっかで理学部で昆虫選んだのも好きだったから、はい、好きだったあと身近でやっぱり研究がしやすいというか、はい、自分のなんか日頃思ってること、はい、謎を自分で研究したいなって思ったのがあったのでセミとかだったらこう比較的身近にすぐいる、うん、すぐいてこう謎も湧きやすいというか <laughs> そっかだって7日間しか生きないんだろうみたいなうん、うん、そう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 なとかですね <laughs> だから むしを選びましたでそのあと大学院に進んで,、うん、でそこからは、えっと、先生がですねあのアリに <laughs> こう研究の対象を変えたら <laughs> 外国に行けるよっていうふうにですねささやかれたので <laughs> よしアリやるってなって <laughs> ア,リのアリに専攻を変えて。 あの外国ボルネオに行きました。<laughs> この見た目からはそう。はい、虫好きだった。<laughs> そうですね。ボルネオに行きました,って言った。はい、ボルネオに。マレーシアのボルネオ島にですね。マレーシアの。ボルネオ島。はい。あれがいっぱいいるんですか。そう、熱帯になると。アリ、うん、まあ、生物がすごい多くなるというか。うん、ボルネオ島自体が、こう、はい、生物多様性の宝庫で言われる。うんうん 島なんですけど、<ー>そこに行くと日本とこう全然違うアリがですね。こんなでかかったりします。親指ぐらいあるアリが見れたりします。全然 <laughs> 噛みます。人を噛みます。噛みます噛みます。こうバカって。<laughs> 血が出るんですね。<laughs> <laughs> すごい涼しい顔して怖いこと。<laughs> そうだった。それ楽しかったね。ああすごい楽しかった。です。<laughs> いい研究の一環として研究の一環としてできましたええじゃあそのどっか研究ゼミとかもそういうそうですね後ろ <laughs> それが習志まで？ていう習志島ですねうん、うん、ちょっと博士までは行かないでちょっと仕事を探そうってなって習志、うん、の卒業の時に就職就職ねそれが薬師島はい薬師島で,、えー、でどんなお仕事？薬師島は環境学習指導員 と言って自然に接するお手伝いをするお仕事をしていたんですけどうん、うん、宿泊学習で来た小学生を森に連れて行って一緒にこう<森>楽しみながらですね、えー、こう勉強して木について学んでもらったりとか、まあ、生き物とか自然についてですね自然についてこう学んでもらうお仕事をしました。その時はは虫とととか動物とはちょっと離れ 盛り歩く中でやっぱり虫がいるのでですねその時も虫の話題を生かすことはできましたねやたらくしいお姉さんも <laughs> 小学生からはそうですね <laughs> そこに何年ぐらいそこは4年間4年、はい、勤めましたて<代>、はい、決断のとこですね、はい、この伊東津の森公園に、うん、それはきっかけはあるんですか,きっかけはもともととそそののその屋久島 環境学習指導員っていうところの務めたのも、はい、こうしゃべる練習がしたいなと思ってしゃべるはいそこに入ったんですけど、はい、もともとこうしゃべるのが人前でしゃべるのが苦手で、うん、もうすごい緊張しいだったので、うん、えっと何だろうまずこう動物園やっぱ就職するってなった時に飼育員になりたいっていうのもあったんですけど、はい、なかなか飼育員ってこう。 募集が出なくて、はい、やっぱ募集が出ても殺到してしまって、うん、倍率が100倍とか50倍とかっていうところも多くてこうただやっぱり卒業したてで入るってなった時に、うん、やっぱスキルが足りないんだなっていうのをすごい思ってどういうスキルをこう、ねはい、持ってばいいかって考えた時にやっぱ飼育員だったらお客さんと喋ったりとかする。うんうん 仕事もあるだろうからと思ってその、まあ、ガイドというか、はい、インストラクターしながら、はい、こう喋る練習とか、まあ、イベントを企画する練習とかができたらいいなと思って、うん、そこの前の職場にですね、はい、入って,いてでっもともとも動物に関わる仕事した,、ねはい、したいなと思って探してましたね、はいはいはい、でその経験を積むための薬師の時期があって ついに募集が出たとそう募集が4年目、ね、そこも任期が5年だったんですけど、うん、4年5年目に入る前です、ねうんはい、にここの伊藤津の森公園が募集が出て<ー>こうコンセプトにですね、まあ、人と自然をつなぐとか、うん、自然環境教育施設とか書いてあったので、うん、あ私がしたい、まあ、教育ができるなと思って、うん、応募しました。へーそっかかなんか 資格とかいるんですか？飼育員になるための資格は特に必要なくて、はい、と私は学芸員を持ってるんですけど、うん、場所によっては学芸員が必要なところもあったりしますね。い、うんえー、のまりはそういうのはなくて、はい、どんな試験だったんですか？試験私が最初に入った時は、はい、作文、作文ですね。作文と面接でした。えー、面接でどんなこと聞かれたんですか？面接は あ、もう忘れ。もう忘れてしまいましたね。今ごとき、仕事にとかですよね。なんでここ選んだんですかとか。大もいるけど大丈夫とか。そう、こういろんな仕事があるけど、大丈夫って言われた覚えがありますね。でも、やさんですって言われました。大丈夫です。私はこんなに大きなアリも平気です。そうですね。アリの話もしたかもしれないです。それはものすごく採用です。 で採用になって、5年前だから2018年と、2 0 1、うん、年ですかね。うんうん、に入ったのかな。えー、<laughs> 嬉しかったですか？はい、やっぱりこうね、うん、夢だったので飼育員でやっぱり入った時は、わ、はい、本当に受かったんだっていう感じでした。それ、うん、は昆虫をやりたいわけじゃなくて動物でよかったんですか？はい、えっ、ー、とまあ昆虫が一番。 まあ、接しやすいところではあるんですけど動物全般好きだったので、えー、何でもよかったですね。で,ねで入社して、えー、最初の仕事って何だったんですか最初は担当がニホンザルとアライグマでしたね。入ってすぐ最初はウサギとかモルモットとか、うん、こう愛岸動物かなって思ってたんですけど。はい こう入ってすぐちんあ日本ザルに入ったので、うん、おーって思いましたびっくりしました <laughs> あの猿山です、ね、あ,あそうです猿山です何いるんですか今は50頭ですね50頭50頭50頭で多いですね、はああそこのはいで日本ザルはあの山の中に飼育員は直接入るのでお猿さんをこう身近にですねすごい近くではい接することになります触ったりするんですか。 触ったりはさすがにしないですね。夏くんですか、そもそも。夏、まあ夏くようには、お世話をしないので、やっぱり動物と飼育員とで適切な距離を。保ちながらですね、飼育をしていくので。はい、こう、ね、ペットとして飼っているのとはちょっと。違う。星柄<う>、うん、として。はい。そうですね。皆さんにちゃんと見てもらうための飼育いう、うん。はい。そうですね。五十。 50 50見分けつくんんでですすかあそうなんです最初のやっぱお仕事っていうのが、うん、日本猿ザル猿山に生えてると個体、はい、をまず識別しないといけないっていうのが一番のそうですね課題でした。お顔を見て、うん、こうどの子がどの子って50頭を全部覚えるんですけど、うん、覚えるのに私は1年ぐらいですねかかって <laughs> 覚えられる。今はですねもう顔見てら 見たらもうこの子って分、わ <laughs> がわかるようになります。どうやって覚えるんですか?。やっぱり人間と一緒ですね。人間と一緒で、毎日こう顔を合わせてたら。なんとなくこう、猿同士のですね、違いがこう見えてくるんですけど、あの子は目がちっちゃいとか。ね、あの子は動きがこう、ね、ちょっと他の子と違うとか、そういうところで。 見分けます。でも、人間はまあメガネしてるとかあるとね <laughs>、服が派手とか。<laughs> そうで,ね、でも、ずっと見てたら違うんですよ、<う>毛,の毛の色とかですね。 あのこの間亡くなりましたけどムツゴロウさんとはあ<ー>なんか動物と会話されてたりするじゃないですか。なんかやっぱちっちゃい時ムツゴロウさんのテレビを見てたので、うん、まあそういうムツゴロウさんですごい憧れの人でしたね、うん、ちっちゃい時か 喋れるんですか。喋れるもんですか。どうどうですよね。でもこう動きを見てたら、こ怒ってるとか、うん、今気が立ってるとかですね。うん、こう苦ろいでるとか、そういうところはなんとなくはわかるようになるかなと思います。えー、え猿とアライグマでした。アライグマでしその後は。その後はですね、結構5年の間にいろいろこう担当動物が変わって、うん、最初は日本猿アライグマをして、一瞬ロバの担当になって。うん でその後里の生き物館っていって身近な動物、はい、魚魚類とか<ー>あとヘビカエルヘビカエルあとちっちゃなネズミさんですねカヤネズミとかがいるところが今までの中では一番長い,はい、はい、長い担当でで今があ去年がキリンでしたね、うん、キリンが入って今年からチンパンジーライオントラですね。なるほど ちなみに昆虫館みたいのあるんです昆虫館はないんですけど<っ>里の生き物館は結構<ー>こう身近な生き物ってこうくくりがですね大きいので勝手にアリを取ってきてアリを展示したりとかですね好きな昆虫ともて、はしえー、で今がチンパンジン、ライオンとか。トラトラ 今が一番大変そう <laughs> そうですねた、どの動物も大変さは変わらないかもしれないです、はいはい。ど、今まででなんか一番印象に残っている動物って。<laughs> 一番印象に残っている動物はやっぱり、一番最初にしたニホンザルかもですねこう、やっぱり大変さがこう最初だったのですごいもう大変だったっていうイメージが。<laughs> 大変なんですか。ニホンザルの場合はその直接猿山に入るんですけど、うん、お掃除を毎日どの動物に関してもお掃除を毎日、はい、お部屋の中をするんですね。うん、で猿山はホースで全部水洗いをするんですけど、はい、そのホースで洗う時に猿が邪魔をしてくるんです。<laughs> ホースを噛んで水が出ないとかですね。 あとはこう歩く途中にこういて、こう、威嚇してくるとかですね。最初のうちは結構威嚇されたので、ちょっと自分を守りつつ、掃除をするっていうのが大変でした。え、ひっかかれたりしましたひっかかれたりはしないようにですね、こう、そういうのは細心の,の注意を払ってですね、すねこう、頑張って、ま目を守りながらですね。えー、50頭ですもんね。うん、怖くないんですか どの動物もこう、うん、やっぱり動物なので、はい、さっきもムツゴロさんが気持ちが分かるとかですね、はい、いうお話があったんですが、うん、やっぱり本当の気持ちっていうのはこう分からない、うんね、本当にこの動物が信頼してるかとかはなかなかですね、はい、やっぱり動物は喋ってくれないので分からないので、うん、こうしっかりとですね観察する、うん、して、うんううん、っていうところですね。 もう見てだ、うん、だんだん経験としてて覚えていくしい、うん、そうです、ね、経験しながらそっかあの先ほどなんだろうな懐くとかいう感じではないっておっしゃってましたけど、うん、なんとなく信頼関係みたいなのはできてくるんですか、はい、できてくるかな <laughs> と思ってます最初はすごい威嚇してきたお猿さんがいっときったらこう全然ですね威嚇をしてこなくなったりとかすると<ー>ちょっとは自分の存在に慣れてきたのかなと <laughs>、ね、思いました。そうそうそう やっっぱ担当離れる時って寂寂ししいいんですかああ寂しいですす。か <laughs> 私はこう、うん、いっぱい変わってるのでやっぱここを頑張りたいと思ってたところが、うん、こう頑張れないでですね終わ、うん、ってしまうこともあるのでやっと覚えた<な>覚えてやっとこれからと思ったところでこう変わるとですね。そあれれとともそれはそはの方針として人によりますね<う>私はパンパン変わるんですけど、うん、人によっては全然変わらない。 方もいらっしゃったりとか、ねうん、へそれでまあさ猿よりさらに大きい日本猿より大きいチンパンジーチンパンジーですねチンパンジーどうですかチンパンジーはえっと、まあ、今年からなんですけど、うん、最初にチンパンジーのお部屋に初めてこう入った時に、うん、うんこをですね投げつけられました、うん、え手でうんこバーンって投げてきて賢い, <laughs> そう賢いやっぱり賢いなと思って人の認識がすごいやっぱり、うんはい チンパンジーは賢いからできるんですよね。<ー>で、私はまあ予想も初めて来た人なので、こう誰だ誰だって多分なった。で、うんこがですね。え、どこに当たりました？その時は冷蔵庫の影からこう見てるところだったので、冷蔵庫が盾になってくれましたね。<laughs> 危ない。顔とか当たったら結構って思います。もう一瞬でした。そっ、うん、大変なお仕事ですね。そうですね。<laughs> でもなんかそういうのも楽しいんですか。あそうですよ。チンパンジーだってなりました。これかこれか。ゾルとはまたちょっと違う、うん。やっぱ投げるっていう動作ができるんだなって思いました。うん、さらに発なんか進化しているうん、うん、進化して。名前とかあるんですか。チンパンジーはみんな動物は結構みんな名前がついてます。チンパンジーは今えー、っと六人いて、うん、キララ、クララ、シータ、ユッパ、マリオ、イチゴ。 それも見分けるのでもやっぱり日本ザルに比べたら全然頭数が少ないので <laughs> 特徴もある、ねはい、特徴もあるので楽ですねええー、面白いそしてライオンとトラもうここは近づくのも怖いそう,そうですね最初にやっぱこう対面した時は迫力があって吠えたりしますんほ、ね、えるそうですね吠えることもあるので、うん、こう近くでこうガウって言われると、うん、わあってもなりましたねえー、<laughs> 今怖くないんですか まあ,こうまあ怖いですけど怖いっていうのもあるんですけど、うん、まあそれよりもこう面白いっていう方がへえトラは何頭いるんですかトラ,もトラは1頭ですねラでライオンは2頭それぞれなお名前があるんですかそれぞれお名前がライオンが今いるのが、えっと、リアン君とライちゃん<う>男の子と女の子ですねでトラがミライちゃん女の子名前はどうやってつけるんですか、ね 動物園に来る前に他の動物園でつけられてる子もいれば、うん、ここの動物園で生まれて担当者がつけたりとかこの間は子ヤギが生まれて子ヤギは飼育員で案を出してお客さんに投票してもらって、うん、名前をつけました投票、うんえー、あそうかな上野動物園のパンダみたいなそういうこともあそういう時もあります、えー面白い あの子どもたちたくさん来ると思うんですけどもうん、うん、人気動物はどの辺りですか人気動物はやっぱりゾウさんかなと思いますねゾウ,ゾウさんの周りに人だかりがやっぱりできてる時が多いかな,な大きいですね、うん、そう目立ちますからねやっぱ動物園っていう動物がゾウさんなのかなそう,かそうなんです日本ザル見てると面白い面白いですね、うん ちょっと話も大ライオンとトラの餌をやるのってどうやってやるんですか <laughs>、はい、餌はやっぱり肉食獣なので、うん、あの絶対その檻の中に入るっていうのはないです。そうですね、基本は檻越しとか何か越しに、うん、あの観察をしたりとか餌やりもですねいない今、まあ、営業時間内っていうのは展示場にですね動物たちが出てるんですけどそれと別に夕方に入るお部屋があります。 移動するんです、ね、で,で,すで夕方と日中でこう外に出たり中に入ったりするんですけど、うん、そのいない時のお部屋にお肉を入れておいて,いいてで帰ってきた時にそのままそのお部屋に入れる,れる、ね、生肉ですよね,そうですね生の馬の馬肉ですねお<肉>をあげてる <laughs> え開ける時は怖くないんですか開ける時は基本的に鍵を何度もチェックしてここがちゃんと決まってるから <laughs> ちゃんと入ってこないねっていうのを確認してから入るようにあ移動はえ意外とスムーズにいくもん移動はですねもうあの子たちは慣れてるので自分で,で入るよあもうこの時間だはい、はい、賢いんですねそうですね覚えてちゃんとお部屋に帰ってきてくれます、えー、すごいいやー大変なお仕事だな <laughs> <laughs> なんかあの想像するのはそういうい今お伺いしたような、うん、まあ掃除したり、うん ご飯あげたりだと思うんですけど、うん、他にどんなお仕事があるんですか？他はですね。基本的にはそのまあ、動物のお世話ってなる。えまあ、餌やりとか、はい、まあ掃除とか。うん、あとは展示場。お部屋の、うん、あの建物を作ったりとか、うん、おもちゃを作ったり、おもちゃおもちゃというかですね。あの、まあ、暇な時間がやっぱり動物園って。はい すごく多く多て餌やりをししたらその時かか動かないとかですね、はい、こうやっぱり動物として退屈してしまうっていうのがあるのでいろんな選択肢が動物にできるように餌を隠してあげたりとかですねうん、うん、そんなことをやるんですけどそのためのフィーダーをフィーダーって餌をこう隠しとくおもちゃとかはい、はい、そんなのを作ったりとか<ー>あとは。 えっと、イベントをしたりりととかすすることもあま私だったら調査隊って言って、うん、伊東津の森公園はこう森がすごく広がって、はい、まあ昆虫とかですねそれこそ昆虫,昆虫が昆虫勉強してきたので昆虫もたくさんいるし、はい、その他の小さな生き物も見ることができるので、うん、お客さんと一緒に森を回って昆虫採集したりとかですね、はい、そういうイベントがあったりとか、えー、あとは小学生に来てもらって遠足で 動物をこう学習しながら楽しんでもらうっていう活動をしたりとか、うんはいはい、じゃあ子どもたちと触れ合う機会もあって、はい、結構ありますねじゃあ説明したり、うん、はいあじゃあそこで前職の経験もあそうですねその時はすごいやっぱり生きるなと思います、うん、ええー、面白いですそっかいや興味深いです <laughs> <laughs> なかなかこう客として来ることはあっても、うん、お話聞くことはできかなかったですね きょう一日でかなり動物園に対する知識が増えました。<laughs> <laughs> いや、そんな工藤さん、今、伊藤の森公園に来て5年ですね、決断されて、うん、はい、振り返ってみていかがですか振り返ってみて、やっぱり大変なことも。 たくさんあったな、その思い、こう話している中でですね。はい、日本で大変だったなとか、うん、いろんなことを、が思い出してですね。はい、ま大変なこともあったけど、やっぱり、今すごく楽しいので、うん、この仕事について良かったな。と思います。念願の、ロブスターフレア。お仕事。んうん、どんな、時が一番楽しいなって思いますか。どんな時。やっぱり、お客さんと喋っていて、こう。 最初はこ,うこの動物について何も知らないっていう感じでこう質問とかですね、うん、されてくるんですけど、うん、こっちがこう喋って、まあ、動物についてですね、うん、いろいろなことをおしゃべりした後とに、うん、まあお客さんが質問を返してくれるもっと質問を返してくれて、うん、興味を持ってくれたなっていう時が一番こうやりがいとしてですねを、うん、もっとやりたいなって思いますね。知、うんうん、知らないいことを知るっていうのは 楽しいですし、うん、なんかその手伝いができればっていうあとやっぱ子どもたちの笑顔とかあ,あ子どもたちのやっぱりこう <laughs> その遠足の プログラムでですね、はい、動物園利用してもらう時にこう喋ってたら、はい、まあやっぱり最後に「ありがとう」って言ってくれる子たちが多くて「また来るね」とかですねうん、うん、そういうことを言ってもらえるとやっぱりもっともっと、うん、まあいろんな動物園いてですね知ってほしいしまた動物園に来てほしいしうん、うん、で、まあ、動物を好きになってもらいたいなと思います。はいはい そうですよねあの。私も東京にいるから余計なんですけど、うん、やっぱり子供たちってなかなかペットを飼う以外で、うん、動物と触れ合うことがなくて、うん、やっぱ東京だってマンションなので、うん、犬猫も飼えないみたいな、うん、だから動物に行くしかないんですよね。うん、だからそういう機会でこういう優しいお姉さんが出演、うん、<laughs> してくれると動物好きになるんじゃないかなって思いました。うん あのそんな話の中に多分マイク拾ってると思うんですけどすごい外がにぎやかになって <laughs> この鳴き声は何ですかえっと袋手長ザというですね、はい、黒くてですね、まあ、名前の通り手,、はい、手足が長いお猿さんになりますで園内でもすごく声がですね広がっていてですね、うんはい、周囲3キロぐらいまでですね聞こえるって言われてます 袋手長。袋手長。そうですね。この袋がですね。顎の下に。袋状にこう膨らむ。声を出す機械ですね。えー、何色なんですか。黒ですね。黒っぽい。いうん、風船みたいに、ぶって鳴くときに。膨らんで、大きな声を出します、えーえー。なんて言ってるんですか。<laughs> これ、ね。<laughs> これ、まだまだですね。分かってなくて、えー、どんな時に鳴くとか、はい、も。

あと今後、今5年ですけども、はい、多分長く働かれていくと思うんですけど、うん、挑戦したいこととかこんな動物にチャレンジしたりとかかありますか挑戦をしてみたい動物は、まあ、過去にもやったんですけど里の生き物館ていって身近な動物を扱っている施設が糸津の森公園の中あるんですけど、うん、やっぱり動物園って今はキリンとか、うん、やっぱ花形の像とかですねチンパンジーとか。うん 外国の動物があの、まあ、取り上げられがちで、はい、地元の動物っていうのにはなかなかこうんですよね、はいで。やっぱり私たちはこう動物園から動物園で終わりじゃなくて、うん、自分たちの日常の環境について考えてほしいっていうのがやっぱりあるので。はいはい まあ、身近な動物里の生き物館とかにいるような身近な動物から自分たちの周りを考えてもらう自分たちの周りの環境を考えてもらうきっかけ作りができたらいいなと思ってますそんな身近な動物をやっていきたいということでまあ虫がお好きだったと思うんですけどみんな基本は嫌いじゃないですか <laughs> 私も大嫌いなんですけど <laughs> 虫が好きになる方法ってありますか はいえっ、ー、とやっぱりんなんでしょうね例えばですねその里の生き物館を担当してた時にムカデの展示をしていたんですが、うん、ムカデってやっぱりこう怖いものを見たさみたいな感じで最初展示をしてたんですけどこう。 ムカデをです、ね、採集した時に噛まれたこともあるし、うん、噛まれて痛、ね、いたはずになったとか、うん、見た目が気持ち悪いとかあとやっぱりこう恐る恐る見るお客さんもすごいたくさんいらっしゃいます、うん、で、嫌い嫌いなんだなと思うんですけど、うん、こ調べてみるとですねこうムカデってちゃんと子育てをする虫なんでねほ、えー、の、まあ、カブトムシとかだったらですね、うん、卵を産みました。 で土の中に産みましたでもうほったらかしなんですけど、はい、ムカデの場合はですね卵をですねこう体でこう守ってですねちゃんと孵化するまでですね、うん、お世話をするで<ー>大人にこうちょっと孵化した後も餌をやったりとかですね、はい、子育てをちゃんとするんだそうですでそういうところを調べていくとその、まあ、嫌いな虫に対してもですね <laughs> こう愛着が湧いてきてちょっといい子かもしれないじゃないですけどね、うん、<laughs> こう好きになるにきっかけになるんかなって。 しるあまあ魚くんとかもそうですよね、うん、この魚こうだからこうなったみたいなのがあ、うん、ると好き,になるかも好きになるかもしれないサモサえて好きになっていったんですかそうですねあと、うん、アリとかはそのボルネオに行きたいというので、うん、<laughs> こう選考変えたんですけど、うん、やっぱアリってその辺にいて私も別に何とも思ってない昆虫だったんですけど、うん、調べていくとやっぱ いろんなところにどこでも暮らしていけるし顔とかもですね顕微鏡で見たらこう全然模様が違ったりして面白いしというのでこう調べれば調べるほど、うん、知れば知るほど好きになりましたで身近にああのアリがいるとかですね <laughs> <laughs> なったりとかすることもあるので、うん、面白いけどだいぶ変わってはいますねって <laughs> 言われませんか <laughs> いやーもう貫いてしいです <laughs> あのぜひこの聴いている中にも子供がいたら、うん、飼育係になりたいなっていう方もいるかもしれない、うん、なんか子供のうちにできることとかそうですね飼育員の仕事、まあ、資格はいらないんですけど、うん、やっぱり好きじゃないとできない。うん お仕事かなと思ってます、うん、でも好きじゃないとできないけど、まあ、好きだけじゃできないかなと思ってて、うん、やっぱりいろんな動物に対する知識も必要だし、まあ、お客さん、うん、やっぱ動物園って人がたくさんいらっしゃるところなので、うん、私たち飼育員というのは飼育をしてるだけじゃなくて、うん、それをちゃんと 飼育して動物を見てですね観察したりとか知ったことをお客さんに伝えていくっていうのがすごく大事なお仕事だと思っているのでまあ、お客さんとおしゃべりをする人間が好きっていうのも大事だと思います、はい、でまあとはまあいろんな知識ですね、うん、まあ文化動物はいろんな文化にも、うん、まあつ,らつながっているところもあるので文化とか、はい、いろいろな知識をやっぱりつけておくこと、うん、いろんなことに興味を持てるように、うん 好奇心をですね持つことが大事なのかなと思います動物だけ好きでもダメなんですそうですね人間のことも興味環境のことも興味を持って植物のことも興味を持っているでも夢のある話ですそっかでも資格はいらないからそうですねなろうと思えばこう、まあ一番は運なのかなと思いますか。工藤さんはそれを掴んで今の場にそうですね いやいやあの面白かったです本当に素敵なお話ありがとうございますぜひ最後にあの FM 北九州なので北九州の方にメッセージをいただけますかはい北九州市のですね伊藤園森公園結構ですね来たことがあるお客様もですね多いかと思いますが何回も来られると動物ですね見ている一回見るだけじゃなし くてですね何回も見ていただくとよりですね面白い発見があったりすることもありますで周りの自然もですね豊かですので、うん、森の中歩いてまぁ、あ、子どもたちだったら、うん、子どもたちご家族がいる家庭だったらお子さんと歩くのもですね、うん、こう自然に接するですね機会が増えてまあいいのかなと思います、うん、ぜひですね糸津の森公園にもっともっとですね足を運んでいただければいいなと思いますはい。 私もちょっと見て帰りたいなと思いました<ひ>また遊びに行きたいですよろしくお願いします今日はありがとうございました今月のゲストは伊藤津の森公園の飼育展示係工藤桜子さんでしたありがとうございましたありがとうございました <music> 今月も少しサイトの告知をさせていただければと思います。私の決断物語というウェブメディアでは、週に3回様々な職業、年代の方の決断を紹介する記事を掲載しているんですけれども、7月21日には俳優の水野智則さんにもご登場いただきました。水野さん、色い々ろいろなドラマで主に工場長役で出演されています。 水野さんの取材はオンラインではなくて、新宿のカフェで対面でお話をお伺いしたんですよね。俳優のお仕事に対するすごい熱い思いを感じました。そんな水野さんからなんと、今日はコメントをいただいております。こちらをお聞きください。FM 北急をお聞きの皆様、こんばんは。俳優の水野智則と申します。 今回「私の決断物語」のサイトでフリーランスとして活動する決断を紹介していただきましたあの私の記事に需要があるかは別としてとてもあのインタビューを受けてよかったなと思っておりますでインタビューを受けてまず感じたのはですね役者の世界芸能の世界の仕組みって思った以上に一般の方には知られてないんだなと思いまして あのまあ、フリーランスといってもなかなかこうピンとこないんじゃないかなと思ったんですけど、まあ、私なりに感じたことを話させていただきましたでそんな中ですね、まあ、の共通点もあってやっぱり役者ののの世世界界ももどこの世界も人の縁が大切だなと感じました、えー、決断をする際には人の縁ってやっぱりすごく影響してくるなと。で最終的にですね今回の取材を受けて一番良かったのはこう自分の人生を 振りりり返良いきっかけになりましたねこう一つ一つ自分の人生を思い出してあの時こんな決断をしたこんなことがあったなんてことを思い出してとても、えー、インタビューを受けて良かったと思ってますでまあ今回の取材を通してですね今後も自分なりに良、えー、かったなと思える決断をしていこうと、えー、改めて思いましたさてそんな私なんですけども8月18日金曜日からテレビ東京系列でスタートする「 田中圭さん主演のドラマブラックポストマンに出演しております。こちらのオリジナルの作品で、少しダークな世界観ではあるんですが、皆様の心に響く作品になっていると思っています。私は一話のゲストですね。まあ、あの、本当いい役なんですよ。本当に、で、私の初めてのこう、まるまるな姿をお見せします。まあ、皆様が見たいかどうかは別としてお見せします。ぜひ。 ご覧いただけますと幸いです、えー。どうもありがとうございました。俳優の水野智則さんからのコメントでした。いやー嬉しいですね。水野さん、ドラマの撮影でお忙しい中、メッセージをいただきありがとうございました。今週金曜日スタートのブラックポストマン、楽しみですね。11月に公開される映画、飛んで埼玉2にも出演されるそうなので、チェックしてみたいと思います。そして。 8月はロングストーリーをアップします今月はバーレスクというダンスを踊っているダンサーの小島香里さんの決断をお聞きしました私のショー分かりにくいってよく言われるんですけどでもそこのところ下手に分かりやすすぎうんそうだなすごい悩むところなんですけど分かりやすくあの伝えられるっていうのも すごい大切なことだしそれもちゃんとやっていきたいっていうようなところとあとはなんとなくの雰囲気というかっていうようなところで肌で感じてほしいっていうようなあのなんとなくの漠然とした雰囲気っていうような両局面の作品両方とも作れるようになっていきたいしあとはそれこそあ,のあなたは存在していていいんだよ いうようよなところあの今あのコロナもあってあの私っていていいのって思ってしまうような人たちがたくさんいると思うんですけどここのところを「あなたはいていいんだよ」って抱きしめてあげられるような「うん、大丈夫だよ」って言ってあげられる。 あなたが今ここにいることは無駄じゃないよっていうようなところをあの言ってあげられるような存在になれたらいいなと思いますお盆明け8月21日と28日の2回にわたって記事を公開予定です同じタイミングで YouTube にも動画をアップしますこちらもチェックしていただければと思います 今月も終わりのお時間が近づいてきましたインタビューのゲストは伊藤津の森公園の工藤桜子さんでしたいかがでしたか中で子育てするんですって衝撃でしたね いや知ることで好きになるっておっしゃっていたのは確かにその通りだなと思ったんですけれどもごめんなさい私ははやっぱり虫は苦手ですでも知るという意味では動物園の飼育員の仕事を今回知れたことでこれから動物園の見方が少し変わるかなと思いました動物が好きじゃないとできないお仕事だけど好きなだけじゃ務まらないと工藤さんがおっしゃっていたのがとても印象的でした さて次回の放送は9月11日月曜日の夜8時となりますご登場いただくゲストはオリオ少年の代表理事安藤慎一さんですオリオ超ローカル北九州の方ならあーオリオねってわかると思うんですけれどもまあオリオですねあの JR の快速が止まります割と大きな駅なんですよ安藤さんはそのオリオ地区で 街づくりに携わっている方です大きくリニューアルされたオリオ駅今のもので完成なのこれからオリオはどうなるの気になりますよねそのあたり安藤さんに聞いてみたいと思います私の決断物語オープニングのナレーションはフリーアナウンサーの江川みなりさん MC はライフメディアの小越真理恵でお送りしましたそれでは最後に サイトに掲載されている決断物語の中から1本決断をご紹介してお別れにしたいと思います今月はダンサーの舞子さんの決断をフリーアナウンサーの高木真希さんに朗読していただきましたそれではまた来月お会いしましょう から状況チャンスが広がったダンサー真由子川本真由子小学生の時アムロちゃんに憧れてダンスを始めましたあんな風に踊りたいと真似したバディフィールズイギティットやチェイス・ザ・チャンス大人になり 地元大阪でダンスのインストラクターの仕事に就きました楽しかったけれどどこかくすぶっている自分がいた大きなチャンスをつかんだのは26歳の時あるアーティストの単発ライブのバックダンサーに選ばれたんです数ヶ月東京でリハーサルをして本番は横浜スタジアム3万人の前で踊りました 気持ちよかった大阪へ帰るかこのまま東京に残るかすごく悩みましたが東京でダンスの仕事をししてみようと決めましたそれからは自分が舞台に立つこともありますしジャニーズや AKB48 グループの方々のダンスレッスンや振り付けアシスタントの仕事も多く任されるようになりました。 2017年からは堂本光一さん主演の舞台「エンドレスショックにもダンサーとして出演しています東京はやっぱりチャンスの量が全然違う大阪にいる時はダンスの仕事がこんなに幅広いなんて知らなかったもし今一歩を踏み出せずに悩んでいる人がいたら勇気を出して動いてみてほしい。 最初のチャンスをつかんだ後にはきっと大きなステージが待っています。